そしていよいよ決勝ということになったわけでございます。山本選手そして今村選手の間で決勝が争われます。今村選手は初めての決勝戦進出です。はい、嬉しいでしょうね。初めての決勝戦進出、まあやっぱりねこれを目標に来ておるわけですから、はい、ここまで来れば何があっても勝ちたいという気がいたしますね、はい。息を飲む感じがいたしますが、今は技は入っていないわけですね。入っていませんですね、はい。今相づきのように見えますけども、はい、今の右の、山本君の突きの方が早かったですね。早かったですね。正確でした。速さ、正確さ、そして、角度となかなか難しいですね、一度の、はい、今の突きの方がありましたね。山本選手の突きというのはもうズバッとその毎日文字に突っ込んでいきますけど、はい、ちょっと今村選手の突きはちょっと肘が外側に張るので、はい、それだけちょっとタイミングが遅れると思います。その分だけ遅れてしまうわけですね。それからやっぱり正確な目標がつかみにくくなる、はい、いや今のは突きです。素晴らしいですね。今のはこちら、はい、今の今村選手の右の突きですね、はい、あれいい突きじゃないかと思いますね。本当にここまで来ますと相手の呼吸、自分の呼吸、本当に微妙でございますね。今争われているところでございます。今のは、はい、コース前の突きはいい突きですね、はい、とうとう今村選手前半の山本選手の合わせ技、はい、今度は今村選手が合わせ技で返しました、はい、一本一本勝負で3本目の勝負に入るところです。いやいや本当の意味での決勝戦という感じになってまいりました。あ、今のは今村選手の左右の連続技をかわしながら山本選手見事に右で上段を決めました。やっぱこうなるとやっぱり同じタイミングと技の正確性ということがやっぱり大事な判定になっています。今の相打ちということになるわけですね、はい、赤も白も突き込みました、はい、あ正確ですね今の右の突き、はい、山本選手のこれで山本選手3本目をものにしました。山本選手の優勝です、はい、本当に息を飲むばかりの決勝戦でございましたが山本選手の優勝ということになったわけでございます。2人とも素晴らしいその技を突き持っておりますけども、はい、やっぱり山本選手の方が